どうもやさごちゃひのです。そしてバケチャオです。クロセです。ミスです。ということで今回はこちら現在大人気のパルワールドにやってきました。前回このクロセくんと一緒にパルスフィアでぶっ飛ぶバグをやって遊んだわけなんですけど、今回はね最初のジムリーダーのゾーイっているじゃないですか。はい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 、エレキブル。そう、エレキブルとゾーイで、あいつってすごい強かったじゃん。めっちゃ強かったわ。でしかも可愛かったやん。めっちゃ可愛かったね。あれ欲しくないか、あの女。欲しい。待って、じゃああれが捕まえれるってこと？ゾーイちゃんを。ということで今回はね、女の子を捕まえることができるバグ技をみんなでやっていきたいと思います。超楽しそうなんだけど。行くぞ。行こう。俺の女だ。女。ということで今回ねこれのやり方なんですけど、まず小さな集落に行って村人をね撃ってきます。で村人を撃つことで指名手配状態に入るんですよ。でその状態でテレポートでゾーイのボス戦を開始します。そのボス戦になんかウォンテッドの人たちがついてきてバグが行われるってことなんで、まずみんなにはねこのゾーイの塔に向かってもらって、僕だけ先小さな集落に向かって指名手配犯になってきます。オッケー、着いた。着いたよ、みんな。到着しました。到着。はい、オッケー。じゃあ僕がね、はい、早速この頼りになりそうな自警団を一発しばきますね。お願いします。了解了解。裸の僕たちは勝てないからね。連れてくわ、うん、そこに今から。オッケー、ちょっと連れてきて。ちょっとオッケーオッケーオッケー。カモンカモン。うーバーカ。あーやばい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 。これでお、やばいやばい、死ぬ死ぬ死ぬ。ウォンテッドになりました。行くよ。でそこに今から向かいます。了解了解了解。はい、来た。めっちゃ湧いてる、めっちゃ湧いてる。あ、来た来た。やばい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 。来た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 。見てこれ。これ気をつけてね、みんな。あ、どうも。オッケーオッケーオッケー。どうもどうも。あ、レベル高いレベル高い。気をつけてみんな。やばい。かなわないこれは。で、ここでこの人たちをね、僕が連れて、この状態でこの中に入るんですよ。みんなは多分外で待ってた方がいいんかな、わかんないや。オッケー。オッケー、大丈夫だよね。ちょっとこれ痛い痛い痛い。ちょっと避けててね、みんな。オッケー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 。行きます。一緒に隠れるわ。オッケー。はい、ボス戦に参加すると。さあ来るかな。大丈夫か、あの人。いなかった。いなかった。オッケーオッケーオッケー。ついてきたついてきた。でこの状態で。どういう状況。こいつエレパンダに撃たせる。いて撃ってくれ。エレキブルね。そう、エレキブルに撃たせる。あ、来た。オッケー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 。撃って、で、そしたらね、こいつが、なんかこっちに拗ねていっちゃうんですよ。この状態で何でもいいからボールを投げる。はい、パルスフィア。すると、ポーン！うわー！ゾーイ&エレパンダ捕獲。え？成功しました。やばくない？やばいね。で、出てき方なんだけど、エスケープをして死亡してリスポーンをします。死なないといけないんだ。そう、一回死なないとバグっちゃうから多分。なるほどね。けど入ってるってことか、手持ちに。そう、今死にました。で拠点で復活して、多分ね僕の装備塔の前にあるはず。あ、いたいたいた。でこのボックスに送られてます、ゾーイ&エレパンダの名前で。え、マジで言ってる。やばいね。やばすぎ。いや、え、じゃあ今からみんなに見せに行くわ、そっち。超楽しいな、マジで。ここ待っといて大丈夫？うん、そこで見ててください。はい、マジか、超楽しみなんだけど。どれ、僕たちの女の子。いや、まあまあ待ちなされ。ここにね、可愛い女の子いる。まずいって。使えない使えない。ゾーイ回すはやばいでしょ、普通に。じゃあ行きますよ。いでよ、ゾーイ&エレパンダ。ユイン。やば。でっか。え、嘘でしょ。ほら。え、でっか。え、名前もそうじゃん。そう。え、すご。ちゃんとこの上のゾーイごとね、いるんだよね。え、可愛い。え、これさ、スカートなんか見れんじゃねこれ。不純すぎる。頑張りたい。黒パンだ、黒パンだ。黒。見るな見るな。黒。やばすぎ。こんな感じで使えます。ちなみに多分ね、ちゃんとバトルしてくれるんだよね。なんかあれだよね、巷のさ噂では、あの人をゲットしても戦闘できないみたいなあったよね、確かに。あー、確かに。なんか適当な雑魚どもを見繕ってやってみるか。あそこなえもちさんいますよ、僕の推しの。お、なえもち。推し殺すか、じゃあ。なえもちちゃん。俺の推し殺すな。俺の推しだぞ。じゃあ行きます。いでよ、ゾーイ。わからしたれ。ひどすぎる。うわぁ。最強じゃん。強すぎる。パンパンだこれ。今見ました、690ダメ入ってたよ。やばすぎる、マジで。10レベで。えぐ。え、強よこいつ。このやつもどんどん殺していくか。
殺戮兵器じゃん。これ多分一匹捕まえたら序盤何も困らないよね多分。ねえ多分そうだね。うわいや 805? やばい、ね、どんどん狩りに行ってるこいつ。積極性高いな。ボスとしての血が。えってことはさ、これさ、うん、ゾイ&エレパンダってことは、エレパンダの上にゾイちゃんが乗って、ゾイちゃんの上に俺が乗れるってことこれ。どういうこと？ごめんなさいすいません。使いないかな。ちなみにこの技、はい、ゾイ&エレパンダだけじゃなくて、このね、はい、全世界にあるボス戦全てで同じことが行えるっぽいですこれ。マジ？そうだから全ボスをね集めることができるんだよねこれ。やばやりてー俺のワールドでも。でしかもさ戦闘する必要ないからさ、はいはいはい、こうマジで連れてきて撃たせてボール投げてゲット。もうマジ多分ぶっ壊れよこれ、ね、けどまあ、公式は推奨してないから、まあ、自己責任でって感じかな。じゃあそうですね、ちょっとあんまりなんかマルチプレイでやるのは良くないみたいなことらしいんで、皆さん自己責任でねやる場合はやってください。で、ね、一つ気になることがあるんですけど、この今ゾーイとさ、はいはい、エレパンダ捕獲したじゃないですか。捕獲しましたね。果たして中に何が残ってるのかっていう。確かに確かに、ね、ジムリーダー取っちゃったから何がいるんだ。これいたら、うん、夢の対決が見れるってことだよね。確かにゾーイ VS ゾーイができるやん。やばい、それはそれでやばいな。ということでみんなで行ってみますか。お、いけた。これちゃんといるのかな。さあどうなってるか。いそう。なんかムービー入ってるよ。ムービースキップします。えいない。なんか入場してきたけど。待って誰だお前は。いない。あれか、普通に倒した判定になってんのかな。じゃあ僕ムービー見えてるんだけど。あ、これ飛ばしたんだ。飛ばしました僕らは。あ、出てきた。出てきた出てきた。俺がムービー見てたからだ。こういうことだ。いやめっちゃ見られてる。出せ助けてもらおう。いけゾーイ。おお。すげえ。すごすぎ。これどういうことこれ。やるマルチバース。え、待って全然聞いてなくない。そんなゾーイって体力高いの。え、同じ技を。手持ちのゾーイ3万なんだけど体力。やば絵面やばすぎるでしょこれ。でビリ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 。これすごいな。回収対決すぎんの。ゾーイ VS ゾーイができちゃいます。はい、ということで今回はゾーイとエレパンダを捕まえてみました。どうだったみんな。いやー、いい、可愛かった。てかあまりのデカさにびっくりしたわ。ね、そうでけえ。あんなデカかったんだボス。やばいよねあれ。ちなみにねこれ本当に運営が想定してないってツイートもしてるので、やる際はくれぐれも自己責任で行ってください皆さん。ということでこの動画いいなと思った人はチャンネル登録高評価してくれると嬉しいです。それじゃあ次の動画で会いましょう。バイバーイ。バイバーイ。バイバーイ。Bye.